皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日はミントの葉っぱと無水エタノールを使って簡単な虫除けスプレーを作ってみたいと思います。まずミントの葉っぱをよく水洗いします。葉っぱの部分だけ外します。ペーパーでよく水気を切ります。今回はミントの葉っぱの部分を 3g 使います。煮沸消毒したガラスの容器に水気を切ったミントを入れます。ミントの葉っぱを入れたら精製水を 25ml と無水エタノールを 10ml 入れます。まずお水の方を入れます。次に無水エタノール、こちらを 10ml 入れます。小さじ 5ml を2回入れます。 5ml、 もう1回10ml 入れて、よくミントが浸かるように混ぜ合わせます。すごくいい清涼感のある香りがしています。これを漬け込んでよく混ぜて蓋をして、これを一晩寝かせます。一晩寝かせて容器に入れてみたいと思います。時間が経ったらこんな感じになりました。しっかりね、色がついています。開けると消毒液みたいな匂いがします。そしてエキスが出てちょっとね、茶色っぽくなっています。はい、これをこの消毒用アルコール液対応、こちらのスプレーボトルに移していきます。この液を入れます。はい、こんな感じでボトルに入れて、色もね、透明かと思ったらこんな感じでしっかり色がついています。これを虫除けスプレーとして使います。このまま虫除けスプレーとして皮膚にこうつけることもできますけれど、肌が弱い方とかはかぶれる可能性があるので、虫除けスプレーとして使う場合はちょっとやってみて、肌荒れするようであればお洋服につけます。お洋服につけるんですけど、ミントのこのエキスがちょっと黒っぽくなっているのでシミになったりすることがあるので、お気に入りのお洋服とかは目立たないところに一旦スプレーをして、シミにならないかを確認してお洋服とかに振ってあげたらいいと思います。あとはキッチンペーパーにスプレーをして、キッチンのお掃除をした後の仕上げとして、こういったゴキブリが出やすいところ、こういったところを仕上げで拭いてあげると、こういったキッチンの角角のところ、こういったところを拭いてあげると、ゴキブリの通り道
にゴキブリが来なくなります。油物をよく使うところなんかにはさっと拭いてあげるとミントの香りもして油臭さもなくなります。それとあとキッチンのこの下のところもこの角のところはよくゴキブリが通る道とかも言われてるので、そういったところにお掃除の仕上げとして拭き上げておくとゴキブリさんも通りづらくなります。そしてすごくいい香りがします。だからキッチンのお掃除の虫除けとしても使えますし、お肌にいろんな虫がくっつかないようにお外に出るときにさっとスプレーしても使えます。あとはキッチンの排水口のところに仕上げにさっと振っておくとちっちゃな小映えとかも寄りつかなくなります。さっとこんな感じでキッチン周りに振ってあげると虫除けスプレーとしても活躍すると思います。いかがでしたでしょうか。これからの季節とっても役に立つ簡単に作れる虫除けスプレーを作ってみました。この動画がお役に立ちましたらグッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。